石岡まで走ったの。走ってましたね。石岡から福岡まで走って。何がなんか落ちちゃった。あ、下着が落ちた。はい、わかりました。はい、すみません。直しておきます。どうしてなくなったの。もう人目なくなりましたよね。人目もない。まあ、それが一番だよね。いや、まあ、私の知ってる限りでは、百力士に、燃料、えのきもとつ駅から百日まで燃料パイプが入ってたんですけど、そこをやめちゃってタンクローリーで運搬するようになって電車使わなかなったから、なおさらもう財源が、それで僕がなくなっちゃって、それが致命的だったんですけど、なんかこの前までこう剥がれてたんじゃない、その塗装が。あ、何があるの。あれ、塗装が剥がれたところまだ修正して塗ってたと思うんですけど、自然に上がるんだ。もう劣化してきましたからね。2007年に廃止になったんで、もう最低15年ですか。でいたずらであれ やられたんじゃないんだ、自然と。この、まあ、私ただのボランティアなんで、あちらの店もあるんで、今日は汗かいてるんです。電車のあれみたいだね、目がね。
飲むのかよ。どうもどうもありがとうございました。